皆さんこんにちは。日本の俳優と歌手である江口洋介さん、今回は江口洋介が篠原涼子と不倫の真相や脳梗塞の現在について紹介します。まずは江口洋介の履歴とプロフィールから紹介します。江口洋介は日本の俳優歌手、東京都豊島区出身、パパドゥ所属、妻は歌手の森高千里、和夫一女の父親。1987年に東映映画湘南爆走族で主人公江口洋女役に抜擢される。1991年代東京ラブストーリーで準主役級の三上健一役を演じて人気知名度とともに一気に上がった。1999年6月3日に歌手の森高千里と結婚。2000年2月に長女、2002年5月に長男が誕生。和夫一女の父親。近年2人は人気俳優歌手ということで、ファンなどへの配慮から公の場でお互いについてあまり語らないというスタンスをとっています。しかし2017年12月5日放送の情報番組目覚ましテレビに森高千里さんが出演した時、2人の夫婦仲が垣間見える場面がありました。この日森高千里さんはアナウンサーである軽部真一さんから様々な質問を受けます。ひとしきり子供たちとの会話で盛り上がった後、江口洋介さんとの夫婦生活についての話題に、軽部真一さんが旦那さんは森高千里さんが出演している番組などを見ますかと質問すると、そうですね、見られる時は見てると思いますとコメント。江口洋介さんは感想なども言うと言います。また2人は普段どういう会話をしているんですかとの質問には、普通と同じだと思いますと笑顔を見せ、現在も2人の夫婦仲は良好であることが伺えました。一部週刊誌によると2人が仲睦まじくデートする姿が目撃されており、夫婦仲の良さを知った人からは理想の夫婦だといった声も。篠原涼子さんと江口洋介さんは共に夫婦仲のとても良さそうなご家庭ですが、2016年4月末の週刊誌女性セブン2016年5月1219花号にてまさかの密会 W 不倫疑惑が報じられました。篠原涼子と江口洋介、この既婚の2人のデートがキャッチされた。その夜1軒目に訪れたのは都内の有名焼肉店。2人は次々に杯を重ねていた。深夜12時を過ぎ、まだコートが手放せない肌寒さの中、二人は近くの隠れ家レストランに場所を移した。外の空気にも酔いの覚める気配はない。奥の個室の中に滑り込むと、ソファの隣同士に腰を下ろした。完全な個室。お酒のピッチは落ちるどころか上がっていき、話にも熱が帯びる。共演は約10年ぶりだった。次第に距離が縮まって体が触れ合う。二人は篠原涼子と江口洋介だった。二人が訪れたお店は個室や隠れ家町なレストランということでした。となると実際に2人が行ったのは飲食店のみで、決定的な不倫というには物足りない気がします。個室や隠れ家的レストランは芸能人であれば人目を気にしてそういった場所を選ぶのも不思議ではありません。今回の密会の内容は、例えばとても気が合って仲の良い2人であるとすれば、そこまでおかしなことにも思えませんが、今のご時世に著名な芸能人の男女が取る行動としてはいささか軽率のようにも思います。二人の密会報道についてはいろんな声が聞こえてきます。大げさだという声、森高千里さんを案ずる声、江口洋介さんを羨ましがる声などなど、この密会報道以前に篠原涼子さんや江口洋介さんの家族愛や夫婦仲の良さというのは有名です。例えば先に挙げた夫である市村正親さんが胃がん手術後のインタビューでは、篠原が41歳の誕生日を迎え、何かプレゼントはとの質問に、あなたが健康でいてくれるのがプレゼントだと言ってくれましたとのろけ、サポートしてくれた妻にこれまでいろんな宝をもらったけど、またもう一つ自分の命という宝を妻にいただいた。3人兄弟を女で一つで大変だろうけど、よろしくお願いしますと答えるなど、深い夫婦愛が感じられます。ドラマ大人女子に関連するインタビューでは、男性のタイプの問いに劇中に出てくる2人の男性、口は悪いが本質をつく男、口は軽いけどハンサムで優しい男のどちらがタイプかの問いに、篠原は私は偏屈な人が好き、
大人になって偏屈なことを言っているほど可愛く見えるというか、母性本能をくすぐられる。何言っているんだよみたいなと回答。前者を演じている江口洋介から嬉しいですね。かなりひどいことを言っていますから、まさの大人女子の答えと感心されると、若い人の偏屈は可愛くない、大人になればなるほどそのギャップがいいです。江口さんにやられて何回も何回もキュンってしていますと茶目っ気を見せたと、共演者である江口さんと見事に掛け合いながらも、なんとなく年を経てなおピータパンっぽいという夫の市村正親さんのことを察しているようにも思えます。江口洋介さんとの夫婦仲については、森高千里さんが雑誌のインタビューで語っています。夫との関係について仲がいいですよ、お互いがやっていることを尊重しつつ口出しはしないという関係と明かし、役者と歌手で職業は違うけれど分かり合えるところもあり、聞いてほしそうな時は聞くし私も聞いてもらいますとコメント。森高のライブには江口も足を運び、森高も江口の出演作品は必ず鑑賞するといい、円満な夫婦生活を覗かせた江口洋介さんには過去に脳梗塞を発症したという噂があります。ただ実際に江口洋介さんが脳梗塞を公表したことはありません。そのような噂が生じたのは江口洋介さんの顔の歪みが原因です。江口洋介さんは過去のバイク事故により顔に歪みがあります。そしてその顔の歪みを見た人が脳梗塞の後遺症でそのような症状が出ていると勘違いし、この噂が生まれました。また江口洋介さんの代表作ともいえるドラマ救命病棟24時事故直後の江口洋介さんの顔の歪みが最もひどかったタイミングで放送されたエピソードで、脳梗塞患者がドラマ内で登場しました。そんな江口洋介さんと脳梗塞を結びつける偶然の重なりも、江口洋介さんが脳梗塞を発症したことがあるという噂につながったようです。俳優として長く活躍している江口洋介さんですが、その顔には歪みがあります。写し方や日によって見え方は違いますが、鼻と口が左側に曲がっています。そしてその原因になったのは2009年6月10日に起きたバイク事故でした。2009年6月10日19時半ごろ、東京都渋谷区富桁に2丁目のガソリンスタンドでバイクに給油していた江口洋介さん、無事給油が完了した後、スタンドから山手通りに出るために左折しようとしたところ、右方向から車道を走行してきた自転車に気づき、接触を防ぐため急ブレーキをかけ転倒してしまいました。乗っていたバイクは川崎製 1100cc の大型バイク。転倒に気づいたスタンドの店員らに救助された江口洋介さんは、痛そうな顔をしながらも大丈夫大丈夫とスタンドの椅子に座り、これ骨折れてるなぁなどと話していたそうです。そして都内の救急センターに搬送後、左鎖骨と左肋骨の骨折の診断を受け緊急入院したといいます。入院中の江口洋介さんは申し訳ないと何度も繰り返し、自転車の男性に怪我がなかったと聞いてほっとしている様子だったということです。詳細な診断の結果は全治2ヶ月の重傷。ただ事故当時は2009年7月7日から放送が予定されていた江口洋介さん主演のドラマ救命病棟24時の撮影がクランクインしたばかりでした。しかしプロ意識の高い江口洋介さんは仕事を一つもキャンセルせず、救命病棟24時についても強行出演を決意、ドラマの放送開始を少し遅らせる対応のみを取りました。結局全治2ヶ月という診断を受けたにもかかわらず、事故から約1ヶ月後の2009年7月13日には撮影に復帰、高い演技力で視聴者を魅了したものの、事故の後遺症として残った顔の歪みに違和感を覚えた人が多かったようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。